キチンは直鎖型の含む、窒素多糖鉱分子で、無個多糖の一種。ポリベータ1から 4N、アセチルグルコサミンのこと。語源は古代ギリシアの衣服であったキトンに由来し、包むものを意味する。節足動物や、甲殻類の外骨格すなわち、外皮、軟体動物の殻側の表面といった多くの、無脊椎動物の体表を覆うクチクラや、 カビキノコなど新菌類の細胞壁などの主成分である。このように天然物であるキチンは N アセチルグルコサミンだけでなくグルコサミンをも構成成分とする多糖であり N アセチルグルコサミンとグルコサミンの比はおよそ9、1と言われている。キチンは天然物であるがゆえにその比は 由来によって大きく異なるものと考えられるが、N、アセチルグルコサミンだけで構成されるキッチンは存在しないと考えられる。よって、キッチンを科学的、または酵素的に分解すると、N、アセチルグルコサミンとグルコサミンを含む多様な2等、3等やオリゴ等が生成する。分子式は N、CAS 登録番号は1398から61から。 4である。工業的には主に水産物として漁獲される、カニ類などの甲殻類の殻から得られる。生体内では、タンパク質、カロテノイドなどの色素、カルシウム塩を中心とした、無機塩類などと複合した構造体を形成している。このため、塩酸による脱解工程、アルカリ処理による脱タンパク工程、及びアルコール抽出や、 漂白法による脱色素工程を経て生成される。構造はセルロースと類似の構造であるが、二炭素の水酸元がアセトアミド元になっている。すなわち N アセチルグルコサミンの1、4、重合物である。分子間、あるいは分子内で形成される強固な水素結合により、明確なガラス点移転や融点を示さず、加熱により分解する。 同様の理由により溶解性に乏しく、ほとんどの溶剤には溶解しない。脳塩酸や脳アルカリには可用であるが、加水分解などの分子差切断による大幅な分子量低下を生じた結果として溶解するものである。分子量低下をさほど伴わない溶媒としては、ジメチルアセトアミド、塩カリチウム、メタノール、塩化カ,カルシウム複合溶剤系などがある。 中でも、前者の溶媒は非水系であるため、誘導体化、ポリマーブレンドなどに有利であり、近年、それらに対する試みや応用が、盛んになってきている。なお、ノーアルカリ水溶液中での射出処理などにより、脱アセチル化され、キト酸を得ることができる。生物資源由来の物質であり、枯渇の恐れがない、安全性が高い、生物分解性であるなどの特徴を持つ。 特に生体において容易に分解し比較的高い強度と柔軟性を持つことから手術用包合糸として利用も検討されたその構造からセルロースに似た特性を示す免疫強化、高脂血症の改善などに効果があると言われるが人での効果は十分検証されていないようであるキチンを酸化水分解して得られるグルコサミンはアメリカなどで 医薬品として認められている。ありがとうございます。